岩さん、はい、アップライジング宇都宮店、なんか今日紹介できるものありますか？はい、よろしくお願いします。はい、アップライジングは新品ホイールも置いてあります。はい。アウトレットのホイールも置いてます。はいはいはい。見てください。OZ レーシング。おお。157J4K100-37。なんかフカリムですね。フカリムです。こういう当時ものが当時のまんま出てきたんですよ。なるほど。こっちの右も見てください。これもまた同じと OZ。これも非常に綺麗な状態であります。それ以外にももっと上。見てください、こんな。137J ですよ。オフセット23。おー。こんなホイール置いてる店多分ないと思うんですよね。13インチの 7J ってあんまないですね。はい。この右。今度はロードスター。はい、はい、はい。これ全部綺麗に塗り直してます。全塗装。全塗装して。傷もないんですね。傷もないし。全部取ってます。はい。だから当時の車にバッチリ合います。はいはい。あとは今流行りのゴルフの T37 の16インチの 5.5、はい、もう鉄板ですね。ここら辺、ここら辺も用意してます。コンパクトカーですかね、はい、コンパクトじゃなくて K ですね。 K のインチアップ。そうですね。あ、なるほど。はい、に履けますんで、まあここら辺珍しいホイールっていうのは多分よその店でありませんので、ぜひぜひアップライジング宇都宮にご来店お待ちしております。金額はどうなんですかね。はい、OZ が一応4万4000円になってます。はい、両方とも4万4000円ですね。はい、これはちょっとまだご相談。はい、こっち側はですねそんな高くないです。3万3000円。はい、ボルクはちょっと高くて12万はいになってますので、かしこまりました。はい、詳しくはアップライジングで検索。